ちゃこちゃん、ご飯だよ。はい、うーですか。どうですかね。ご飯だよ。ほうがいいかな。まあ、食べなかったら下に。はい。あ、なんかジャンクとかじゃない。はい、じゃあ食べてください。食べてね、おいしいよ。あ、ちょうどいいや。これを上に乗せたかった。まあ置いといて自分で使ったから。はい、ここへどうぞ。お二人でどうぞ。あれ、ジャン君よりポンちゃんの方が甘えてますけど、うん、さて、じゃあもうさっさと出しちゃいますよ。ジャン君はなんか知らんけどベッドに戻っちゃったし。なんだろうか。パンちゃん、パンちゃん、ちょっと優しくしようよ、パンちゃん。
ポンちゃん、会う猫にシャー言ってたらね、精神衛生上良くないよ。よいしょ、ポンちゃんのが立場上だからね。なでなでをさせてくれるようになったぞ。うん、ポンちゃん。うん。なでられるの好きになっちゃったか。追いかけていく。ポンちゃん、お子様はこんな感じなのよ。そうだよ、ラブ君よりは強くないでしょ。ねえ、シャン君の方がおとなしいよ。食べたかな。あ、こっちいっぱい残ってる。野生動物と同じレベルだとしたら目は合わさないで匂いを嗅がす、うん、でもそんなになっちゃうラブ君って、ね、よいしょじゃあシオン君にラブ君の近況を教えようか。シオン君、シャーしてても天使ですって言ってくれてるよ、うん、ラブ君はね、行った先で最初はご飯を一日食べなくて食べるようになったのに、猫じゃらしで遊ぼうとするとシャーを言ったそうですよ。シャーを言ってペシッをやったそうですよ。シオンくんが譲渡会で里親さん決まったらまたその心配あるね。うん、シオンくんの方がやるね、きっとね。そもそもこっちがその役割だったもんね。うん、タロ君はね、シオンくんがいたからやらなかったって、うん
感じかもしれない。そうだね、ちょっと影に隠れとけばいいやみたいな、うん、あ、でもあれか、これでラブくんが、うん、今日ちょっと良くなりましたとか、仲良くなりましたの話をもらったら、何日でこうなりましたよ、ああなりましたよは言えるね。そうだね。君たち兄弟は、うん、気の弱い兄弟だったんだね。うん、気の弱い兄弟だった。スリスリしたけど、あ、しまったって思ったな。変なの。いいよ、じゃあね。また後でね。はい。ショートだったのですね。はい。じゃあ、じゃん。またでしょ？うん、美味しそうなのに。あれ？そうでもない？手をいいで。よいしょ。これ何？ここ。なんか、色が。はい。どうぞ。かわいいでしょ。タコちゃん、ちょっと匂い嗅ぐ？これ、どうですか？どうぞ。おいしいよ。どうぞ。ちょっと食べたそうだけど、どうしようって思ってる？見てないよ、私。おい、今頃ですか？じゃあ置いとこっか。じゃあそこ、ここは置けてない？ここでいいか。いや、そこはひっくり返すでしょ。どうぞ。下の方がいいんじゃない？どう？食べた？見てないよ。すみません、目が合っちゃった。食べてえ、大丈夫だ。また戻ってくる。また降りてくるよ。よいしょ。はい。あ、ここは？あ、そっか。あれどこだ？まあ平気とは思うけどね。うん、力がちょっと力なさそう。さあ、何をしてるの？今頃言うって。はい、どうぞ。